Good morning! おはようございますす素敵な朝です希望を持ってまた挑戦するハートを持ってあるものは家庭の中であるものは学校にあるものは職場に人それぞれさまざまな役割を担って、えー、今日もうすでに働いている方働き終えた方働きに出かける方 あなたに送るバイブルからの言葉、今日は詩幣の131一ンからの言葉です。主よ私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。お指もつかない大きなことや、苦しいことに私は深入りしません。えー、私たちは、あ誇り、高ぶってしまう、そういう要素を持っています。しかし、私たちの主は心砕かれた方、柔和で減り砕った方です。 この方が砕かれた魂、食いた心、これを私は蔑まないとおっしゃってくださっています。ジーザスを見上げながら、その憐れみと恵みをしたい求めながら、十字架の贖がないが私のためにあるんだということを受け止めながら、そこに私の罪の許しと永遠の命が約,さ約束されているということを受け止めて、 ジーザスともに今日の一日胸を張って勇気を持って一歩一歩進んでいってほしいと思います。あなたは愛されています。あなたは許されています。あなたは神に用いられる尊い器です。そのことを心に留めながら素敵な一日を歩んでください。Have a good day.